お、サナさん怒ってる。どうした？誰と喧嘩したの？その格好で怒られてもね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。お、待って、いきなりハートあるけど、え、2つ。お、これはいいんじゃないか。ちょ、待ってね。じゃあまず、あ、ヨミさん来た。ということはよ、これヨミさんのハートということはだよ。はあ、ほら来たよ。はあ、にプロポーズしたいのですが、展開が早い、嬉しい。どう思いますか？いいね、いいと思う。てかよくしかない、頑張れ。頑張るのは私だけどな実際頑張るのは私なんだけど。遊園地行こうか。その前に着替えた方がいいですかね。あー、もう着替えとく着替えとく。どんな服がいい？こっち。あ、普段の服やんね。で、普段のこれで行きましょう。アイドルの格好しとる場合じゃないよ。ところでプロポーズをするタイミングに自信がありません。それはもう私が頑張りますよ。さっちゃんが私のことを考えている時に今だ。いや、またちょっとね、ハートが増えてきたね。やっぱこうだらけてくる暑い時期が終わって、それではいい感じに、プロポーズにしてきます。いい感じに、ほいほい。観覧車楽しみだね。ちゃんとさっちゃんのことを考えてよ。それ。あ、違うわ。ヨミさんのことを考えてよ。逆だった。ヨミさんはさっちゃんのことしか考えてないよね。揺れるね。ああ。マジで？それで揺れ？そうだね。水を大量飲んできたからお腹がタプタプするとかそういうこと？遊園地楽しいね。そういうことかな。まあ、水分補給大事やけどね。それ。びっくりした。返事なしかと思った。いいね、のんびりのんびりしたカップル。よきよき。そんなに気になる？まあ、確かにね、彼氏と一緒におるときにタポンとか言ったら嫌かもしれんけど。ありがとう。お、いいね。二人ともね、なんかね、ちまっとしとって可愛いんよね。え、でもこれ、ヨミさん大人やったっけ？どうやったんやろ？これでね、ヨミさんが大人やとしたら、結婚ってなったらさっちゃん大きくなるけんな。実は、おっしゃ、あと一回やろ。あと一回、じゃ頑張ろう。もう一人のハートも誰なんかちょっと気になったんよね。グッ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 は私ないけどね。ちょ、ゼリー食べたいの。あれかな、レモン味のゼリーかな。ヨミさんのことを考えて、ヨミさんのことを考えてあげて。あー、風え、聞こえなかった。すげえ風が来た、いきなり。いや、あー、これさ、あれじゃない、てっぺんでプロポーズしたかったよね。これ一周終わるとかいうことある？今日何食べてきた？あー、ちょっとゼリー、何だったかな。ゼリーはいいんだ。あ、二周目突入した。そろそろ降りようか。あー、二周目突入したよ。そうだね。これはなんてことだ。なんてこと、そろそろ降りる？え、上がっていきよるけど。え、上がっていってますけど。ちゃんとプロポーズできるように頑張ります。いや、あれよ。別れないでね、それまでに。一回ね、ピンチがあったけんね。練習をしています。テニスコートがあればいいのですが。それはもうさっちゃんとテニスを。前さっちゃんテニスしよったって言ったもんね。教えてもらおう。いやー、もうちょっとショックすぎて。いただきます。いやー、申し訳ない。あと一回やったのに。あと結婚してくださいが言えとったら。くっそ。風に邪魔された。でも自然には逆らえない。はい、それじゃあ、サンドバッグでちょっと今の怒りを発散していいよ。道具サンドバッグをプレゼントしました。私のことは殴らないでね。はい、それじゃあ、発散してる。次、もう一人のハートは、お、ナダさん。入ります。
どうもどうも。あ、ナダさんもプロポーズ？いや、これ成功しとったらね、二組にプロポーズいけとったのに。どう思いますか？ちょ、はい。頑張る。頑張ります。はい、私頑張ります。じゃあね。てか、なんでプロポーズは浜辺ないんやろ。高級レストラン、花火大会、駅の方も花火大会行こう。その前に着替えた方がいいですかね。いや、そのまんまでいいんじゃないかな、別に。うん、うん。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。大丈夫よ。いや、大丈夫なんかな。自信がなくなってきた。最近さ、ずっとプロポーズめっちゃいい感じやったのにさ、うわー、ここに来てや、もうマジか。わかった、大丈夫。聞いてないけど。いつもの通りよね。はい、行きましょう。この辺に座ろうか。うん。慎重さカップル。え、ゆいちゃんは？大人？子供？聞かないるみたいね。今日は不調なのか、私。そうだね。頑張ろう。これもなんか、花火大会の終わりまでみたいなのあるんかな。な、き、花火きれいに、ね。あー、待ってー、これは。うん、きれいだね。これは、待って、あと1回しかない、あと1回しかないよ。そんな少なかったっけ？ハート。待って、チャンスそんな少なかった？てか、奈良さんのこと考える時間少なくないっすか？少ない？短くないっすか？まだそんなになんかな？なんかそんなに、まだ仲が深まっているわけではないみたいな。あは、ダメだ！ダメだ！ほら、切り替わりが早い！なんかあれやん、好き度によってみたいなことをお前にさ、そのコメントで言ってくれた人ってけん。まだそういう感じなんかな？蚊がいっぱいいるから花火大会途中で切り上げるなんてことありますか？ないよ。虫刺され、虫よけスプレーみたいなの持っていくよ。この次はちゃんとプロポーズできるのに。持っていかんけど。うわぁ二組も、二組も失敗、マジかぁ。つら。うんうん。わかりますよ。わかりますよ。じゃあ、あれ、緊張して疲れてやる牛乳でも。いただきます。喉も乾いただろうし。どうぞ。ほら、身長もね、A ちゃんの方が高いから、牛乳で伸びたらいいな、みたいな。みたいな。お、サナさん怒ってる。どうした？誰と喧嘩したの？その格好で怒られてもね。誰？うん、確かに珍しい気がする、サナさんは。リミネと喧嘩しました。リミちゃん？なぜ？リミちゃん友達でしょ？ほら、仲直りして。このイライラを沈めてください。うんうん。それじゃあちょっと、ほら、カステラでも食べて。いただきます。落ち着いて、落ち着いて。どうすかね。あ、ダメ？マジで？あんまり美味しくなかった？なんてこったい。で、ちょっと、クッキーでも食べて。落ち着いて。いただきます。うんうん。どうかな。お、結構美味しかった。これでいける？気分が落ち着きました。いらっしゃいませ。仲直りしてこようと思います。さあ、どうだ。仲直りしてね。で、今私ものすごく気分が落ちてるから。気分が落ちてるから、いいことも起こっていただきたいわ。エミちゃん、猫耳つけとる。この間はごめんなさい。どうだ。許しません。え、マジで即答やん。めっちゃ即答やん。どうしたん？何をしたの？サムさん一体何をしたの？あんな即答で断られるぐらいひどいことを。うわー。人生、そううまくいかないものですね。まあ、きっとそのうち許してくれる時が来ればいいな。頭振ってる。めっちゃ頭振ってる。なんでなの？何があったの一体？クマちゃんの取り合いでしょきっと。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんな、じゃんじゃん入れてってね。なんかあれだな、みんなオシャレだな。みんな超オシャレだな。今日は27,100円集まりました。はい、ありがとう。そして、ゆるいち。誰にでもよく似合うボーダーチュニックいいね。買います。
毎度あり。一つくださいな。ここでも色が選べたらいいんやけどな。アッコンでとるあれだけやけんね。はい、そして今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、紹介していきたいと思います。はい、で今回はグループの歌で、はい、アスム&ボーイズ、忍び寄るあの子、飛び森のサブ村の歌です。今回これはるちゃんが送ってきてくれた歌やね。いいね、かっこいいね。アスで村に住んでた動物、どこにでも出てくるあの子、その母主です。メイストーカルピー、ストーカルピーそう、カルピがね、ほんとどこ行ってもどこ行ってもいたんだよね。もう今はね、住んでないんだけれども。ほい、ということで、前はね、はるちゃん、みぞれちゃんの、あの、メイン村のアイドル、みぞれちゃんの歌を作ってくれたんだけども、今回はね、サブ村のトーカーの歌を。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。こんにちは。正午のミーニュースをお伝えします。お願いします。今日は毎月恒例の猫の集会の日です。毎月恒例。今月も来た。5日の深夜過ぎ、アユナ公園の砂場にて猫の集会が開催されます。めっちゃ実際。猫の方も、野良の方も、ふるってご参加ください。なお、みんな可愛い。先着200匹の方に、またたびが振る舞われる予定です。先着200匹にまたたびが。町の身に聞きました。どうかな。うちの住人とりあえず、100人しかおらんけど。なんだか、小さいニュースばかりですね。あ、でもね、他の野良さんたちがちょっといらっしゃるかもしれないから、はい、伝えしました間に合わない可能性も。レミちゃんとか集合していく感じかな。猫見つけとったし。ほい、それじゃあ、あずちゃん入るよ。どうも。一週間ぶりくらいですか。お久しぶりです。あゆなのそっくりさん。はい、お腹が空いているであろうから、トマトでも。いただきます。トマトでお腹が膨れることはないけどね。おやつだな、トマトは。一応、野菜やけど、めっちゃ美味しいし、私はおやつ代わりに食べます。サラダにも入ってるけどね。もらったシャボン玉セットで遊びました。お、いいね、いいね。楽しくて、やめられませんでした。私さ、サラダにトマトが入ってる場合さ、なんかトマト先に食べるんやけど、ドレッシングとかかかるの嫌やし。嫌じゃない？トマトはトマト単体で食べたいよね。っていう、私はそういう考えなんだけど。友達マークはないね。はい、それじゃあ、てっちゃん入るよ。お、のりちゃんと一緒に。こんにちは。こんにちは。どうも。新しい服が欲しいです。お、涼しげな服。涼しげなのもいいんですが。今も十分涼しげやけどね。半袖、半ズボン。ハーフパンツ。一緒か。半ズボン、ハーフパンツ、英語にしただけや。全然、あ、これは？じゃあ、ジーンズのハーフパンツ。夏の強い涼しにはこんな服装が似合う。鮮やかなベストがおしゃれさん。これ、ベストの色が赤やったらルフィやん。どうすか？すごく気に入ったようです。お、よかったよかった。レベルアップ。はい、それじゃあ、道具で。これなんか釣りしそうな感じよね。釣り竿は持っとるのか。なるほど。じゃどうしようかな。ヨガ。全然関係ないけど。はい。ごめんね。今使いよったマラカスをちょっと取り上げるけど。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。大好物でも毎日食べたらさすがに飽きます。それはわかる。非常にわかる。絶対飽きると思うよ。はい、スイカでもどうぞ。いただきます。はいはい。もうスイカの季節も終わって、次は梨の季節がやってくるから。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。まあね、果物別に一年中美味しいんやけどね。一年中美味しいんやけど。お、はるちゃんやってきた。一緒にヨガ中。精神統一、精神統一。はい、そしてまほちゃん。なんかおしゃれ中やね。デート、デートですか、この後。アユナのそっくりさん
ん、お久しぶりですね。サナさん今ちょっとね、落ち込んどるけんね。部屋行ってあげるといいと思うよ。お、仕事できそうなんですが。お、珍しいね。まこちゃんなんかずっとね、セクシー系できとるけん。仕事できそうな。なんか似合いそうなやつあるかな。キャビンアテンダントとかどうすか？美人さん。はい。どう？お、すごく気に入ったようです。お、よかったよかった。いいね、似合ってるね。この空間にはどうかわからんけど。アキちゃんとって仕事できそうな感じするけんね。なんとなくやけど。はい、食パンでも。いただきます。どうぞどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、ということで。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、プロポーズをね、私、失敗しまくってしまって。いや、ちょっと、今後また、プロポーズの機会が来ればいいなと思う。今回の二人ね。二組。